こんにちは、名古屋の伊藤です。今日のこの動画では、股関節の靭帯だったり、結合組織との大事なつながりについてお話をしていこうと思います。今見えてるこの図っていうのは、右側の股関節を前側から見た図なんですね。このあたりが鼠径部で、この辺がね、股関節と前側の関節になっています。それで、なんていうの、繊維状のものがこう走っていますね。これがですね、今日お話しする股関節の靭帯なんです。で、股関節の前側と後ろ側にそれぞれ靭帯があるので、まずね、前側の方から靭帯をお話ししていこうと思います。で、まず見えてるこの部分、わかりますか？この部分の靭帯。本当はね、ここ、大腿骨の方に向かって伸びていくんですけど、別の靭帯にね、被ってる感じが。ありますね。で、この靭帯のことが、名前っていうのがあるんですね。この靭帯、股関節にひっついているので、ゆくゆくはね、こう、大腿骨の方に向かって伸びていってるわけですよ。で、別の付着部っていうのがここですね。ここ骨盤の恥骨と呼ばれる部分ですね。だからこんな感じでね、イメージすると走っていってるわけですよ。恥骨と大腿骨を結んでいます。ですので、この靭帯を恥骨大腿靭帯と言います。恥骨大腿ですね。恥骨大腿靭帯と言います。ちなみに股関節の靭帯っていうのは付着部の名前になっているので、恥骨と大腿骨の靭帯ということなんですね。これからお話しする靭帯っていうのも、付着部の名前になっているので、非常に覚えやすいんじゃないかと思います。では、次の靭帯なんですが、次、これですね。こんな感じで走ってる靭帯があります。こんな感じで走っていますね。で、さっき言いましたが、股関節の靭帯っていうのは、付着部の名前になっています。もちろん、大腿骨にひっついています。ということは、なんちゃら大腿靭帯になるっていうことが推測されますね。では、こっち側は何なんだろうと。さっきこっち側っていうのは、恥骨でした。そうですね。骨盤のこの部分、何と言うかっていうと、腸骨って言うんですね。もう答えは出ましたね。だからここ黄色で書いた部分っていうのは何靭帯かというと、腸骨大腿靭帯ですね。だから緑色で書いた恥骨大腿靭帯。こんな感じで走っていますと。そして黄色側で書いているのがこんな感じで腸骨大腿靭帯というものがあります。これが前側にある2つの靭帯なんですよ。なので次は残りのラストですね。残りのもう1つのラストの靭帯っていうのを見ていこうと思います。はい、これは股関節を後ろ側から見ています。そして右側ですね。これも右側の股関節っていうのを後方から見た図になっています。で、ざっくりとこんな感じですね。今回広いですね。こんな感じで走っています。もう繰り返しになりますが、股関節の靭帯っていうのは付着部が名前になっています。もちろん、大腿骨にひっついています。ということは、なんちゃら大腿靭帯ですね。じゃあ、骨盤のこの部分なんていうかと、なんていうかっていうことですね。一番この部分で有名なのはね、ここなんですよ。ここ、座骨結節と言います。でね、このエリアのことを、座骨って言うんですよ。ということは、このピンク色の靭帯、もう答えは出ています。ということで、座骨大腿靭帯っていう靭帯なんですね。だから、骨盤っていうのは、骨がね、3つのパートに分かれているんですよ。だから座骨って書きましたし、最初の方に出た腸骨だったり、恥骨っていうね、3つのパートに分かれているんですよ。だから、座骨と大腿骨をつないでいる靭帯。前側の写真に行くと、腸骨と大腿骨をつないでいる靭帯、恥骨と大腿骨をつないでいる靭帯っていうことで、その骨盤のね、3つの名前を覚えれば、あとは大腿骨にひっついてるんだと。だから、座骨大腿、腸骨大腿、恥骨大腿、靭帯っていうものがあるんですよっていうことが覚えやすいんじゃないかと思います。で、この3つ紹介した靭帯の中で、1つね、すごくユニークなつながり、股関節のつながりっていうのがあるので、それをお話ししていこうと思います。ですが、その前に、その前段階、準備段階というかね、その解剖学の知識をお話ししていこうと思います。これ骨盤前側から見ています。で、これ左側ですね。左側の骨盤、股関節っていうのを見ています。
さっきまで見たね、恥骨大腿靭帯とか、腸骨大腿靭帯ってこんな感じで走っているわけですね。それ以外に、まあ、骨盤に関してね、大事な結合組織というものがあるんですよ。それがここなんですね。これ穴をね、閉鎖口と言います。閉鎖口って言うんですが、何やらなんかここになんか膜組織がありますね。うん、膜組織があります。この膜組織を閉鎖膜と言います。閉鎖ですね。閉鎖する膜と書いて、閉鎖膜と言います。まあ、察しの言い方はね、もしかしたらね、あ、もしかしたらあれが出てくるんじゃないのかなってね、思う方はいらっしゃるかもしれませんが、ここにですね、外閉鎖筋っていうのが、まあ、ひっついているんですね。これ外閉鎖筋っていうのは外側にひっついています。で、この骨盤の奥側、この奥側にはですね、内閉鎖筋っていうのがひっついているんですね。で、外閉鎖筋がありの閉鎖膜がありの内閉鎖筋っていうのがあるわけなんですよ。ですので、この3つの組織っていうのは表裏一体みたいな感じになっているんですね。まあ、閉鎖筋。外閉鎖筋、内閉鎖筋っていうのは股関節に関してめちゃくちゃ大事な筋肉なんですね。まあ主に外旋6筋っていうね、いうグループに入っているので、股関節を外旋させたりするので、股関節に関しても非常に大事な筋肉になっているんです。そしてその付着部になっている閉鎖膜っていうのがめちゃくちゃ大事なんですね。これね、骨盤の内側の臓器、例えば女性で言うと子宮だとか、まあ、男性で言うと前立腺。ね、男性女性ともにあるのが、まあ、直腸だったり膀胱だったりって、とにかくねこのエリアの内臓に関してもここのつながりめちゃくちゃ大事なんですよ。でも今日はその内臓のつながりじゃなくて股関節のつながりっていうのをお話ししようと思うんですが、とにかくこの閉鎖膜が大事なんだと今覚えておいてください。この後にじゃあその閉鎖膜と股関節が何が大事なんだっていうのをお話しします。はい、今これもね、左の股関節を前側から見た図です。さっきお話ししました、この外閉鎖筋っていうのがありますよって言いましたね。これが外閉鎖筋です。外閉鎖筋ですね。で、まあ前半の方でお話しした股関節の靭帯っていうのはここにあるわけですよ。この靭帯、恥骨大腿靭帯なんですね。恥骨大腿靭帯です。で、何が大事かと、ね、閉鎖膜、外閉鎖筋と何が大事かっていうと、その組織は、この恥骨大腿靭帯なんですよ。よく見ると、この恥骨大腿靭帯と外閉鎖筋っていうのが近いですよね。限りなくここで近いですよね。で、実は、このピンク色で描いた恥骨大腿靭帯と、この奥にある、外閉鎖筋の奥にある閉鎖膜っていうのが非常に近いんですね。膜組織的に非常に近いんですよ。今この図では、外閉鎖筋が出てるけど、つながりがあるのは奥の閉鎖膜なんですね。ここ覚えておいてください。閉鎖膜と非常に近いんです。ということは、閉鎖膜が硬くなればですよ。閉鎖膜が硬くなれば、このピンク色の恥骨大腿靭帯にもテンションがいくことはあり得るわけですね。で、別の観点から見ると、まあ、ここにある閉鎖膜っていうのは外閉鎖筋との付着部を共有しているわけですよね。ということはここにある閉鎖膜外閉鎖筋、まあもちろんね、どちらかが硬くなることもあり得るし、両方硬くなることがありますね。閉鎖膜外閉鎖筋が硬くなれば、この紫にしましょうか。この紫色の恥骨大腿靭帯にも制限がいくことがあり得るわけですね。ということはそこからこの股関節全体の不具合に通じるっていうこともあり得るわけなんですね。なぜかと言いますと、恥骨大腿靭帯っていうのはもうその名の通りね、靭帯組織なので、関節を安定させる組織なので、ね、股関節の不具合になることも十分あり得るんです。で、そこからちょっとね、膜組織的なつながりからちょっとはみ出て、まあ、この閉鎖筋だったり、閉鎖膜のね、解剖学からのつながりをお話ししていこうと思います。さっきこの辺にね、閉鎖膜っていうのがあるよって言いましたね。何回も出てきました。外閉鎖筋、内閉鎖筋の付着部です。よくよく見るとこれなんか出てきてますね。なんか出てきているじゃないですか。これ実はね、神経なんですよ。一旦ね、消してもう一回出しましたが、なんかここありますね。こことここにありますね。この神経を閉鎖神経と言います。なんかもう閉鎖膜って出てきてるから、ここに関連する組織っていうのもね、もう閉鎖なんちゃらっていうつくっていうのを覚えておくといいんじゃないかと思います。これ、閉鎖神経です。閉鎖神経っていうのは、主に内転筋群っていうのを支配しているんですね。
で、これ、閉鎖膜を貫通しています。閉鎖膜を貫通しているんですね。またここから閉鎖膜とか、ピンクの外閉鎖筋が硬くなれば、今度どうしましょうね。この黄色の閉鎖神経っていうのも硬くなりがちっていうことがあり得るんですね。だから、この骨盤の前側、股関節の前側っていうのはね、結構密接なつながり、細かいつながりっていうのがあるんですね。で、細かいつながりなんだけど、よくよく見ていったら、結局は、ゆくゆくは、股関節の前側全体に波及したり、骨盤の前側全体に波及するっていうことがあり得るので、今日はですね、閉鎖筋とか、閉鎖膜とか、そこから絡めて、恥骨大腿靭帯からの股関節の制限についてお話をしていきました。これらの制限ね、本当とにかくめっちゃ大事なので、いろんな臨床でね、活かしていただいたらと思います。今日は以上です。ありがとうございました。